オスカープロモーション公式 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、川口ゆりなです。はい、ありがとうございます。パチパチパチ。このドラマは考察型のドラマですね。ミステリーもあり、サスペンス要素もあり、でも今を生きる人たちがリアルでこう共感しやすい環境もあり、なんかそういう要素がたくさん詰め込まれた、引き込まれる、こう見入ってしまうような作品になっております。ちょっと内容を言っちゃうとなんかボロが出ちゃいそうで怖いんですよね。あ、そうですね、記憶喪失になったところからスタートという感じで、他の人に見えてる部分ではそれが仮なのか本当なのかっていうのを置いといて、一応その全てが SNS にはありますよね。投稿してる自分、こういう関係とか、何が好きなのかとか。そうですね、 SNS の時代だなっていうのは感じますね。佐山環奈ちゃんってインフルエンサー、超人気インフルエンサーの役を務めさせていただいております。なんかこう台本を読んだ時に、一つ一つのこの役柄、キャラクターの発する言葉だったりとか、なんかそういうバックグラウンドみたいなものがすごくリアルだなっていうのが第一印象で、でリアルだからこそ私が佐山環奈ちゃんを自分の中に落とし込んで表現するのが難しかったですし、でもリアルだからこそ共感する部分もあったし、なんかそういう繊細なこの感情の揺れ動きみたいなものがどのキャラクターでも見られると思うので、本当に表情のこの一瞬なりとも見逃さずに、なんかちょっと注目して見てほしいなって思います。そんなになるのか。ひなさわ、はい、ひなさわ略しちゃった、ひなたのさわちゃん、宮崎のね、ドラマが2019年でしたっけ。え、ああ、そっか。ちょっとえってなっちゃった。そっか、え、そっか、お久しぶりです。お久しぶりです。お芝居というものです。でもやっぱり私自身もお芝居することが、お芝居の作品をこう皆さんに届けられるのもすっごくお久しぶりだなと思いながらやっていましたし、やっぱり楽しいなと思いました。カメラの前に立ってお芝居をする楽しさみたいなものが倍になって、なんか帰ってきた感じはあります。その当時2019年の時ももちろんお芝居楽しいなって思いながらやってた感覚はあるんですけど、今回のその Who Am I の現場を経て、なんかよりそのお芝居に対する自分の探求心みたいな、そういう気持ちが強くなってるなっていうのは感じました。例えば自分がいろんな感情になった時に、あ、こういう時こういう感情になったら自分こういう表情をしてるんだなっていうのを客観的になんかこう考えるようになったりとか、お芝居のことを意識しながら生活してる自分がいるなっていうのは最近すごく感じるようになりましたね。もしかしたら叶うのか。言っとけば言っとけば言霊ですね。いや、挑戦した役たくさんありますよ。ありますし、本当に自分の表現の幅をどんどん広げていきたいから、そのイメージみたいなものに固執せず、いろんな役をできるようになりたいなっていうのはありますけど、今今年、まあその2023年になって、私が24の代になるんですよね。24の代になるので、まあその制服を着ても大丈夫なうちに制服の役をやらせていただきたいなという気持ちはあるので、今この24歳という時でなんか挑戦できたらいいなっていうのはありますね。あ、学園もの、の、なんだろうな、ベタな設定だと主人公の女の子がちょっと物静かとか、なんかこう、なんだろう、ヒロインっていう感じのいて、その親友みたいな子が、まあ、2人いる場合は1人は大人っぽくて落ち着いてるみたいな、姉子みたいな、でもう1人はすごいワキワキしてる明るい子みたいな、
でちょっと離れたところにライバルみたいなっていうのがなんかこうベタなあれかなっていうふうに思うんですけど、まあ、その中で言ったらきっと多分この動画を見てくださってるユリシスとかはクール系をイメージするんじゃないかなと思うんですよ。割となんかこう髪型のイメージもあるからロングで前髪パッツンで、で背も前65あって、で普段のなんかこう私の感じも、まあ、わかんないけどきっと多分そのクールキャラみたいなものを皆さん連想するんじゃないかなって思うのでそこじゃなくなんかそのなんか皆さんがえこの役ゆりのちゃん意外って思われる役やってみたいなとは思います。めっちゃ陽キャー明るいアハハみたいな役とか。でもなんかどの役でも嬉しいです。なんかあの二面性ある女の子とか演じてみたいなと思います。こう本来のっていうかそのリアルな私があの二面性を持ちたくてもあまりこうできないタイプなできないタイプでこうね割とこう自分の思うままに生きたいとも思うし生きてしまう人間なので自分と違う離れたところのなんかあの人格とかはやってみたいなと思いますね。ドラマ Who Am I 皆さんも一緒に考察しながら楽しんでください。バイバーイ。